はい、ということで皆さんこんばんは、リリチオでございます。今回ですね、こちらフラウンやっていきたいかなと思います。睨みつけるって意味らしいですね。こちらの制作者さん、ゲールチャイルドさんっていうのかな、もっと笑うべきだっていう、まあすごい不気味な顔をされているんですけれども、こちらの方が経営しているグループ、こういう、まあ読み方もわからんけど、こういうグループがあります。このグループが作ってるのが皆さんこちらです、都市伝説スマイルですね。今回はスマイルを作ってグループのトップが作ったマップですかねっていうのをやっていきたいかなと思います。 151K だからな、結構人遊んでるよね。ただアクティブは0人。これは注意を払って行われた改造前の元のスマイルです。とスマイルってマップ皆さん遊んでるじゃないですか。それの前にこのフラウンってやつができてると。低評価もそこそこ多いですね。多分これ怖いって意味の低評価だと思うのね。はい、やっていきたいかなと思いますんで、よかったら皆さん高評価とコメント、こういった隠れた名作知っている方がいれば教えていただけると嬉しいです。ではやっていきましょう。はい、ということで皆さんやってまいりました、フラン。なんか暗くない？これどういうこと？あー、びっくりした。これあれちゃう？これスマイルの顔のやつやないの？これ、え、これ FPS でいくわみんな。で、音注意で。怖っ、これ何、くっそ気持ち悪いんだけど。え？どこ行けばいいの？え、これだけ？道は？あるね、あるね。まだまだ道あるっぽいですね、ほら。これどっから行けばいいんやろ？黄色いドア。なるほど。多分黄色いドアってか鍵が必要ってことですかね。これ触れるんですかね？わーはないよね。あ、大丈夫。触れる、触れる、触れる。よかった、よかった、よかった。触ってもなんともないわ。上の顔は何なんですかね？見たことないよね。この下のキャラクターもちょっと見たことないですね。じゃ、進んでいくね。一番怖いのがさ、皆さん、実況中に襲いかかってきて、舌を噛む。実況中喋ってる時に舌、あーって噛んで死んじゃう可能性があるやん。舌をさ、噛みちぎったらどうしようってすげえ恐怖感がありながら毎日、ホラーマップの撮影してるんですけど、こんな感じで、とりあえずこのレンガというか赤いタイルの、まあ、道になってるんで、まあ、それの通りに進んでいくんですけれども、これ、あー、でもなんかこれスマイルっぽくない？みんな。スマイルの最初もさ、この道を歩いていくとさ、ここからいろんな顔が覗いてたじゃないですか。まあ、詳しくはスマイルの動画を見てほしいんですけど、なんか目が覗いてるよ、これ。何の目だ？あ、びっくりした。あ、やっぱそうだ、ほら。スマイルと大体構造が同じやな。スマイルになる手前って言ってたからな。試作品みたいな感じなのか。来た。いるわ、いるわ、いるわ、ほら。うん、倒れてる、倒れてる。うわ、普通に怖えわ、みんな。あ、でもこれスマイルだ、スマイルだ、スマイルだ。一応捕まる？一応捕まってみるね、みんな。音量注意、いくよ。はい。あ、大丈夫か。音は鳴ってないね。オッケーオッケーオッケー。あーみたいなのはないわ。さあ、ちょっとここら辺の顔とかが違う気がしますね。さあ、走る。お、同じだね、同じだね。さあ、多分ここ落ちるぞ。落ちる。落ちます。はい。なんか違う、やっぱり。いや、こっちの方が怖えって、みんな。いや、こっちの方が怖ない？わーみたいな、なんか音でびっくりさせるものはないけど、え？違うわ。螺旋階段になってますね。で、スマイルの顔になってるわ。ここはなんか今までと違うところですね。ここに隠し通路とかがあってさ、行けるんだけど、ちょっと違う。道なりに沿っていけばいいのか。さあ、これを進んでいくんですけれども、何がある？びっくりした。え？あ、ハブに戻る。あ、オッケーオッケー、鍵だ。オッケー、レッドキー、レッドキー。オッケーオッケー。いけるけどマップがちげえからさ、怖えわ。でもそこまでいっぱい化け物が出てくるわけじゃない。さあ来ましたね。ここは何なんだ？また化け物襲ってくる系っていうか、滝になってるから違うね。はい、で、いろんな目があって、ここかな？降りないといけないんだ。ちょっと滝の音がうるさいんで音下げるんですけど、ここや、ここや、ここや。わかるわかるわかる。ほら、モアイ像がいるところちゃう？これ。ほら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 。モアイ像おるわ。で、本家だったら、こっちに道があるんですけど、ないですね。で、手がある。え？で、みんな何の音？これ。これね、いや、スマイルにはなかった。この要素。ね、みんなスマイルにはないって、こういうの。ジャンプ。OK。え？何のこのうめき声、これ。怖えんだけど、こっちもこっちで不気味やぞ。襲ってくるとかじゃないけどさ、こっちもこっちでめちゃめちゃ不気味やわ。で、ああ、違う。こっちやろうな。なんか違う。変わっとるわ。あ、これ上登ればいいのかな？え？何この石碑？これ知らへんな、俺が。
なんかこれアルセウス出てくる、これこれアルセウスおるんちゃん。いるわ、アルセウスではない別のものがいるぞ。へい、あ、 You are 5 minutes early 10 minutes。 どういうこと？ ID を入力。 Do you hear the clocks？ ID を入力。I can hear them to... え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、わかんないね、わかんない、わかんない。これ飛び降りるか、一回飛び降りたら多分あ死ぬね、やっぱりね。え、 Long way、 なんかルートがあるっぽいね。で、やっぱりそうだ、みんな死んだら赤い鍵からだ、レッドキーから探さないといけないというわけですね。はい、ということでちょっとねネタバレを見たんですけど、ここの下行けますちょっとだけネタバレ見ました、わからなすぎたんで。ここでいいらしいよ。ほら。ここだ、ここだ、ここだ。さあ、進んでいきましょうか。難しいね、マジでね。これ、下降りていいんかな？多分、まっすぐ行けばいいんかな？こっから見てないです、全く。あ！人がいる、誰か。はい。多分、まっすぐ進めばいいっぽいね。行くわ。来た。ここ、あれだ、みんな。同じところだ。ここからさ、また化け物みたいなやつが走ってくんだよな。このテレビがあるところあったもんね、スマイルにも。行きましょう、じゃあ。え、こっちもこっちで怖えぞ。多分ね、みんなこれ、多分化け物おるで。襲いかかってくるはず。めっちゃゆっくりしたやつが。びっくりした。あー、びっくりした。なに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 ？早くない？みんなこいつ。みんなこいつ足速い。え？なに？なになに？なんかこれ止まっちゃいけない気がする、みんな。あ、ハブに戻るはある。ってことは絶対鍵はあるな。ってことはイエローキー絶対どっかにあるわ。みんな、探すぞ。ゴールはたまれないのね。壁伝いに進んでいけば絶対こう攻略できるのが確定したじゃん。ってなると、イエローキーやろうな。イエローキーがどこにあるのか。これがすげえ大事になってくる。こういう上。びっくりした。何の音も怖い。待って、みんな最悪や、スタックしたし、もう終わったで、何の音も。はい、ということなんでね、まあ基本的にスマイルが元になってできてるマップなんで、構造は大体同じでしたね。だから多分この後も似てるようなやつが続くんだと思います。よかったら皆さん続きやってみてください。それでは次のマップ行きましょう。一応皆さん2マップあるんですよ。 This place does not exist、 これとあ、ルーム。これどっちからやっていこうか。古い方からやっていくか。こっちの方が先っぽい。2020年8月6日にできたのがこのあ、ルームだって。見た感じホラー系ではなさそうやけど、この文字の中がほら、怖いよね。行きましょう。はい、ということでやってきました。すごい愉快な BGM が流れてるんですけど、消しますね。ちょっと BGM は著作権の関係上消さないといけないんですけど、Is this place familiar to you? なんつってるかわからないですね。多分この扉の先に行けばいいんかな。行きます。行きます。はい、いけないね。絶対なんかしてくるよね。最初のマップはこれだけなんですか。あ、落ちたわ。やっぱほら、ほら見ろ、ほら見ろ、あったじゃん。スマイルの人はね、これやるんですよ絶対。スマイルもそうじゃない、なんかわけわからんところに隠し通路とか鍵を置いたりしてるやん。やっぱやると思ったわ。行きました。あ、何こいつ。あ、モダンファミリー、近代の家族っていうかファミリーだからそうだよね。話しかけられる。いい。I love my family. 私は家族が大好きだ。家族はどこにいるの？ Right beside me. ライトだから右？あ、待って。違う選択肢をしたらなんかベイビーってもらった。何ベイビーって。ベイビー。赤ちゃんくれた、赤ちゃん。このさ、赤ちゃん持った状態で扉入れるとかかな？入れたりする？ほい。あ、やっぱそうだわ。赤ちゃん持つと入れるようになってる。何この目ん玉。はい、この意味のわからない目玉を越えていきますよ。はい。で、なんか坂みたいになってるね。滑り台みたいな感じなんで、じゃあジャンプで登ればいいのかな。はい、登ります。で、この先に行けばいいんですかね。この赤ちゃんを持つ意味がよくわからんけど、行きます。あ？何これ？行き止まり？そんなことある？何もいないね。何もいないのが一番怖い。なんかここさ、くぼみない？みんなほら、わかる？くぼみ。これさ、滑り台で滑るんちゃう？くぼみあったもんね。これ落ちちゃダメで、この真ん中あたりから、あ、違う。ほら、
なんかいけそうちゃう？いきます。こうで、ほ、いや、いけないね。いけないですかね。確認した感じ無理かなってなると、やっぱ降りるしかないんや。でも降りてもおそらく何もないですよね。他にも何か分かったことがあったら教えてください。ちょっとこれ以上行き方が分からないですね。はい、じゃあみんなもう一個。 This place does not exist。 この場所は存在しませんと、いうことで、存在しない場所に今から行きましょう。はい、ということで皆さんやってきました。存在しない、何、え、ちょっと待って、これ待って、これ画面酔いしそう。これちょっと画面酔い対策してると思うけど、やっていきます。どういうこと、やばいやばいやばい、これ画面酔いするわ。みんな多分これあれやな、映像が動いてる感じやな。これリリチョウは前に進んでんのか。あ、落ちた。あ、オッケーだ。みんなリリチョウ自身も画面酔い対策はできたぞ。落ちた。これなんかあるっぽいな、なんか道があるっぽくない。この端を歩いてみるか。いけないね、いけないね。進めてないってことよね。これ壁に引っかかってるってことよね、これは。ってなると、ああ、こっちに行くと落ちるわ。ほら。どういうことだ、これどうなってるんだ ?FPS の方が道分かりやすいかな。ほら、みんな見て、FPS にしたらさ、ずっと落ちてる感覚や、ほら。うわ、これむず。これどうなってんの、これ。落ちるわ。真ん中通ったら死んでたから、ちょっと、ああ、無理やわ。うわ、なんかありそうやけどな。ちょっと消します。画面用意しそう。吐きそうになります、本当に。てか、これ、ツイッターも面白いな、これ。二進数0101になってるわ。あ、すごい。ちゃんとあるんやね。T ダウン、A369 ダウンみたいな。何これ。なんか13秒の映像ありますけど、音声だけか。え、どういうこと、怖いんだけど、これどういうこと。鼻をすする音が聞こえてから何も聞こえんね。これどういうことや、マジで。はい、ということなんで、どうでしたでしょうか。スマイル制作者の方が作った別作品やっていきました。まあ、確実に隠れた名作に入っていいでしょう。まあ、スマイルに行きがちなんですけれども、スマイルより前の作品もかなり怖かったですね。怖いってか、不気味やな。はい、ぜひともね、このマップを見て面白いと思った方、チャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。感想コメントを最近僕返信してるんで、遠慮せずにコメント書いてください。そんな感じで今日の動画は終わりです。お疲れ様でした。